こんにちは、夜景団チャンネルの福本です。さて今回なんですけども、住吉区杉本町にあるお好み焼きさんテコに行ってみようと思います。もよろしくね。さあ、ということでよろしくお願いします。いつも通りですね、朝日の瓶ビール、大瓶があったので頼みました。はじめの方はね、この大瓶というのを一人で飲みきれるかなと思ってた年の時もあったんですけど、今じゃ普通に頼んで飲んでます。乾杯。うまい。さて、イカゲソ塩焼きからマヨネーズつけていただきます。ビールのお供に最高ですね。うまい。焼き具合が完璧、柔らかい。ちょっとね、有線が大きいので、著作権に引っかかるので小さくしています。そして来ました、でね、このね、テコを取って切っていきます。まあ、お好み焼きかね、焼きそばかモダン焼きか悩んだんですけども、ネギ油かす、こううまそうやなと思ってね、選びました。いただきます。うまそうですね。一口でいけるかな。あ、いけた。うまいな。うまい。油かすめちゃめちゃ入ってるわ。で、この激辛スパイスをね、振りかけます。あー、出すぎた。あ、出すぎた。あ、結構出たな。前か。とりあえず、ビール飲んで、潤して。まだちょっとね、イカゲソが残ってたんでね。はい、マヨネーズたっぷりつけていただきます。まあ、このお店駅からね、歩いて約5分かかるかなぐらいのところにあるんですけどね、ものすごいね、こう奥にうなぎの寝床のようにこう奥にね、あ、長い広いお店なんですけどね、じゃあいただきます。激辛スパイスかけたネギ焼き、あ、全然大丈夫。ちょっとピリッとしてね、うまさがさらに増しましたね。うまいなあ。こう時計気にしながらね、やっぱりこう大人の男は時間を見ながら行動しないと、そんなこと言いながら、はい、切ってます。ほんまに油かすたくさん入ってましたね。見てくださいよこれ、この焦げ具合もね、ちょうどいいんや、これ。この卵の、この、焼き具合も。ね。この豚の、ちょっとテコの看板が、可愛いですよね。愛らしいですね。なんかこっち見て、カメラ目線で。ちょっとハイボールもらいましょうかね、次ね。お腹いっぱいになってくるんでね。お腹はそんなに出てないんですけどね、やっぱりまああんまりね、瓶ビール飲みすぎたら控えめにはしてますね。はい、見てください、これ油かす、これ伝わりにくいな、色が同色やから。ここでハイボール頼もう。ハイボール、ハイボールください。ブラックニッカー注文しました。
もう酔いたい時はハイボールですな、やっぱり。まあそんなこともないですけど、あ、それとここまで見ていただいたご視聴者様、ぜひチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネル、チャンネル登録お願いします。はい、明石焼きもあるんですよね。だからまあ行く店行く店、もちろん初めてなんで、こう壁にお品書き貼ってあるじゃないですか。でもっともっとね、ジロジロ見たいんですけど、あまりねジロジロ見すぎたらね、なんかちょっと不審者と間違われたら困るんで、チラッチラッとね、それの方が不審者かもわかんないですけどね。だんだんお店もなんかちょっと忙しくなって、これねテコで食べる、テコで食べる人とね、テコでこうやってお皿に取ってからお箸で食べるっていうのはもうほぼ後者ですね。もうお箸で食べますよね。あとテコっていうんかコテっていうんかね、検索して調べてみたりとかしますよね。まあどっちでもいいことはないんか。これなんか多分その地域によって違うのかな、言い方ね。ハイボールうまいな、やっぱりネギ油かすとめちゃめちゃ合うわ。さあもうそろそろフィニッシュに近づいてまいりました、集めてね、油かすがもうちょっとこう今飛び出てたんでね、多すぎて、あとこのお店のテコ焼きっていうのとかね、あと UFO とかいうの気になってたんですけど、まあちょうどね、腹八分目っていう言葉が昔からあるように、もうこれぐらいでおしぼりで口クワッと吹きましたね今ね。もうこっからはひたすらハイボールを飲んでネギ焼きを食べて終了なんで、気の長いご視聴者の方だけお付き合いください。まあ、気の短い方もできたら最後までお付き合いください。いやー気になったな、最初から最後まで。じゃあ初めに頼んどきよってね、テコ焼き、 UFO 焼きか、柿玉とかも食べたかってんけど、でもなんか油かすやってんな、なんか、こうやっぱこう豚テコのキャラクター、マスコットキャラクターのこの豚がものすごくあれですよね、インパクトありますよね。よかったこの席に座って、めちゃめちゃ愛嬌あるやんこれ、ね。まあね、こんな感じで今年お好み焼き屋さんまだ何軒行くんでしょうね。行くお店お店、やっぱりさすが大阪、お好み焼きうまいとこばっかりです。そして今日グルメファイル初めてネギ焼き食べたんかな。はい、またね今年はねちょっと食べたことない、料理のジャンルのお店にもね、顔を出して行ってみたいと思います。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。